古書店の霊古書店は古書を取り扱う書店で古物商の一種古本屋とも呼ばれるほか屋号を古本店とする古書店もある20世紀末に成立した業態である新古書店も古書店の一形態だがこの項目では伝統的な古書店を中心に扱う静止や印刷の技術が普及するまで本は主に手作業で執筆、写本され 多大なマンパワーを費やされた有価物であった。そのため本質が情報媒体であり、物理的な劣化による減価が遅く、保存も比較的容易な本は、用の東西を問わず古物としての売買が盛んに行われてきた。世界最古の古書店は、イギリスのロンドンにある1761年創業のヘンリー・サザランと言われている。フランスのパリのセーヌ川沿いには、 ブキニストと呼ばれる露天の古書店が立ち並んでいる。古書店の店内日本では中世まで書物は主に、寺院や朝廷が所蔵する貴重なもので、個人が所蔵する本などを売らざるを得なくなることを、顧客と言ったが、不名誉なこととされていた。江戸時代の大阪や江戸では、古本の販売が先に始まり17世紀後半になって出版も行うようになった。江戸時代の書店は、出版。 自店の出版物の卸売、販売、他店の出版物の販売、古本の販売を広く言っていた。新刊書店と古書店が分離されるようになったのは明治以降である。現代では大手新刊書店が古書の買い取り、販売を行う例がある。古書店と古本屋の厳密な区分は存在しない。二千三百以上の事業者が加盟する全国古書籍商組合連合会が インターネットで在庫販売や加盟店、古書即売会の案内などを行うサイトの名称は日本の古本屋である。なお、日本で買取により仕入れをする古書店を営業するためには古物営業法に基づく許可が必要である。大都市の一部では神田古書店街のように古書店が複数集まる古書店街が形成されている。ありがとうございます。